スコットランドの領主館にあるタレット、東京駅丸の内赤レンガ駅舎に設置されたタレットタレットは、もともとは中世の城や城壁などに設置された構造物であり、壁から張り出して上に向かって伸びている小さい塔である。その後、軍事的意味が薄れると単なる装飾として設置されるようになった。形は円柱形のものが多い。語源はイタリア語のトーレター。 および、ラテン語のトゥリスである。日本語では、小刀と表記されることもある。日本の城では、矢倉に相当する構造物である。城を防御するために隣接する壁に対して、援護射撃するための突き出た場所として使われた。大型の側冒頭に比べて比較的安価に建てられるため、戦術上有利な地点に設ける必要不可欠な施設となっていった。13世紀になると、 タレットの一種であり、建物のグーブの強壁より、上部に作られる張り出し櫓が多く作られるようになった。右の写真のように、タレットの上部が狭間強壁となっているものや、尖った屋根があるものなど、その上部構造には様々なものがある。建物の他の部分より高いタレットは、階段付きの場合もある。しかし、タレットは必ずしも他の部分より高いとは限らない。 その場合タレット内は通常の部屋の一部となっている。例えばこちらにあるシャトーでシャマンのタレットがそのようになっている。他にも現代の建築物でタレットのような形状を使っているものもある。建築物には塔とタレットの両方がある場合もある。塔とタレットの違いは高さではなくタレットが建物の壁面から張り出しているという点にある。したがって、 タレットを設置することによって建物に余分な荷重がかかることになり、その大きさは建設時の技術水準によって制限される。古いタレットは持ち送りで支持されていた。ありがとうございます。